さまざまな東京の魅力をランニング、サイクリングを通じて発見しよう。今回ご紹介するのは東京都江東区。おすすめルートに沿って江東区の魅力をご紹介します。スポーツと人情が熱い町江東区。東京2020大会の競技が行われ、たくさんの感動が生まれた江東区ベイエリア。このルートは豊洲駅をスタートし、ベイエリアの観光スポットを巡るおよそ5km のコースです。それではスタートしましょう。新豊洲駅に差し掛かると見えてくるのは、超巨大な4つの作品空間と2つの庭園からなる水に入るミュージアムと花と一体化する庭園、チームラボプラネッツ。アートと一体となって楽しむことができる体験型ミュージアムで、不思議な世界を体感してみてください。新豊洲ブリリアランニングスタジアムは、障害の有無や年齢、性別に関係なく、すべての人が天候を気にすることなく楽しめるスポーツ施設です。豊洲市場水産卸売場棟では大迫力のマグロの競り、青果棟では縁起物の宝船などを見学できます。新鮮な食材を扱う飲食店での食事や、本物志向の道具を揃えた物販店で買い物もできます。陸橋の先に見えてくるのは、豊洲市場の周りを囲むランニングやサイクリングに適した全長 4.5km の豊洲ぐるり公園。ベイエリアやレインボーブリッジなどが一望でき、夜景も満喫できます。東京2020大会の競技会場となった国内有数のテニスの拠点、有明テニスの森公園。国際大会から一般利用まで多くの方々に親しまれ、さまざまなスポーツ大会にも利用されています。最大1万5千人収容の総合施設として、東京2020大会の競技会場として活用された有明アリーナ。東京の新たなスポーツと文化の拠点となることを掲げ、コンサート、演劇、スポーツ興行など最先端のライブエンターテインメントを届けています。大規模施設が集まる有明エリアには、スポーティーでエキサイティングな雰囲気が溢れています。およそ200店舗が集まる大型ショッピングモールをはじめ、スパ、ホテル、シアターなどが揃う大規模複合施設の有明ガーデン。散歩やランニングの途中、綺麗な芝の上でストレッチをすれば、身も心もリフレッシュできます。有明駅前には防災体験学習施設ソナエリア東京。地震災害後を生き抜く知恵を学ぶ防災体験学習ツアーを随時開催。防災について楽しみながら学ぶことができます。日本最大の展示会場、東京ビッグサイト。さまざまな業界の展示会やイベントが開催されています。館内の個性あふれるアート作品やプロジェクションマッピングの定期上映も見どころです。この他にも江東区には観光スポットが満載、さまざまな方にお楽しみいただけます。いかがでしたか？多くの東京2020大会のアーカイブを残すベイエリア江東区にぜひお越しください。お待ちしています。